他の診療院の岡野です、えー、嗅覚異常があれば新型コロナを疑い受診すべきかというですね記事がヤフーニュースで、えー、載ってましたのでこちらの,ものです、ねえー、記事をちょっと紹介したいなと思います。忽那賢志医師というですね感染症専門医の方が書かれたものですよねで、まあえーと。それと合わせてですね今、3月31日現在の世界各国のこれ感染者数ですね。 でこれ死者の数でこれが、えー、致死率ですねであとこれは10万人あたりの、えー、この新型コロナウイルスによる、えー、死者の、えー、割合ということになってますこれちょっとご紹介してから、えー、嗅覚異常の場合の、えー、受診すべきかどうかという話をしていこうというふうに思うんですけれどもまず、えー、今のところアメリカが159,900 83位ということでもうほぼ16万人ぐらい感染してしまっているということが、えー、言えますね。で、えー、死者の数が2405人とで、えー、致死率が1.5ということですね。で10万人当たりの死者の割合は0.7人ということになってます。えー 次にイタリアですね。イイタタリリアアは、イタリアもですね、10万人超えてますね、10万と1739人と、で、さらに死者数が凄まじいですね、1万1591人ということで、イタリアだけちょっと桁違いになってますね、で、致死率が11.3ということなんで、えー、かかった人の1割以上は亡くなってしまう状況ってなっているので、なかなか恐ろしい状況なだなと。 いう,ふうに感じます10万人あたりでいうと19.1人ということなんでこれも、まあ、人口がアメリカとイタリア随分違いますからねそういう意味でもイタリアの深刻度は相当なもんだなっていうふうなことが言えるかなというふうに思います、えー、スペインは、えー、感染者数が8万5195人、えー、死者数も7340人でここもなかなか深刻ですよね、えー、致死率で言うとなんで えー、10万人あたりと15.8人ということで、えー、イタリアとスペインはなかなかどっこいどっこいな感じの深刻度だなということですね。でじゃあたやドイツはどうかというと、えー、感染者数5万7298人とで死者数が455人で致死率が0.7と。でえー 10万人当たりの死亡した人の割合は0.5ということでドイツはかなり頑張ってますよね感染者数はそれなりに、えー、上がってきてますけれども死者数が、えー、極端に、えー、少ないとも言えるかなというふうに思うんでさすが医療に上ではかなり、えー、先へ行ってるんだなというのはこれだけでもかなり分かりますよね。 見えるかなと思います、えー、フランスは、えー、4万4,550人とドイツよりも少ないですねだけど、えー、死者の数は3,000人を超えています。えー、致死率でいうと6.7で、えー、10万人あたりの死亡者の割合は4.6ということなんでここもかなり深刻度は 増してきてきるなという感じがしますねじゃあ、えー、我が国日本はどうかというと感染者数は、えー人まあ、これはまあ、えー、感染者を割たくさん割り出すっていうよりもむしろもう、えー、重症化した人を、えー、死なせないっていう方向にシフトしてますんで、まあえー、検査数は絞ってますよね。でそのうちの亡くなった数が56人と。で致死率が2.8で。 えー、10万人当たりの死亡者の割合は0.04ということでここ,のここはすすすごいもう特出すべきとこころですよね、まあえー、この致死率に関して言うとこの感染者数にです、ねえー、が増えれば増えるだけ、えー、死者数が少なければ少ないほどここの数字っていうのは少なくなりますので。 まあ、あの実際の数字ではなかなか難しいんですけれどもただこのクルーズ船というのは結構あの基準として見られるのかなというふうに思うんですねあのもう閉じられた空間でもう完璧この人はもう陽性だよっていうのが分かった状態での数字なんで、えー、クルーズ船の場合712人が感染してて11人今のところなくなってるということで致死率が1.5ってこの1.5っていう致死率が実際の数字なんじゃないかなと。 いううこととが言えると思うんですよねで日本の場合はこれと比べると致死率が高いんですけどこれっていうのはおそらくこの感染者数と PCR 検査をやってる人の人数っていうのは少ないですし、えー、軽症の人はやってないですからねほとんどですんで本来であればもうちょっと感染者数がいるんということを考えるとこの1.5っていうのを考えるともうちょっと、えー、こっちは多いかなということが言えるかなと思うんですね。 おそらくその検査っていうのを絞ってないと思うんですよね。ですんで、えー、もしかしたらこれらの数字っていうのには、えー、偽陽性っていって本来陰性感染してないにかかわらず、えー、感染者として数えられている可能性っていうのはこの数字の中にはあるんじゃないかなということが、えー、言えるかと思うんですよね。で、えーこの 1.5って数字を考えると、えー、先日、えー、東京都の、えー、記者会見で、えー、国立国際医療研究センターの大曲医師がおっしゃってましたね、感染者の8割は、えー、まずは、えー、何もしないでも、えー、改善して良くなっていくと、で2割っていうの人は、えー、入院が必要で、そのうちの、えー 5%の人っていうのは、えー、相当重症で集中治療室入らないと、えー、治らないという状況って考えるとその5割の中の亡くなってしまう割合っていうのはこの1.5っていうふうに考えられるかなというふうに思うんですよね。ですんで、えー、そういう意味で言うとこの1.5をこの超えてる国っていうのは、えー、まあここアメリカはまあ大体今のところは、えー うまくいってるのかなっていう感じは、えー、しますよね感染者数はどうしても増えてしまってますけどね、えー、死なせないっていう方向で言うとえー、まあ、えー、今のところは、えー、それなりにうまくいってるのかなというふうに思うんですよねあとドイツはすごいですよねここもかなり抑えられてる感じがありますけれどももしかしたらこう感染者ここの 感染者のところが、えー、偽陽性の人が多いの可能性もまあありますけどねで、えー、フランススペインイタリアに関してはもしかしたらこれ医療崩壊が起きてるんでこれだけ増えてるんじゃないかなとだから本来、えー、入院して治療すれば治っている人のはずが医療崩壊してて、えー、治療できない状況にあるんで、えー、大曲がり一緒に言ってた、えー、20%の 本来入院すれば治る人の中の人たちが入院できずに、えー、亡くなっていってしまう状況というのはここで会話見られるかなということが言えますかね。はいまあ、また追って、えー、明日以降もこの数字を追っかけていきたいなというふうに思うんですけれどもで次ですね、えー、嗅覚異常があれば新型コロナの疑いを、えー、疑って受診すべきかというお話に移っていくんですけれども。 えー、アメリカの耳鼻咽喉科学会はです、ね、新型コロナの感染者の、えー、3割くらいは、えー、味,覚と味覚とか嗅覚の異常があるということを、えー、発表しています。で韓国とか中国とかイタリアとかドイツでもそういう、えー、症例が、えー、数の大小はあるんですけども、えー、あるということなんでまあそういう、えー、新型コロナの感染者に関しては。 嗅覚味覚の異常っていうの症状っていうのは稀ではないということはこれでわかるかなというふうに思うんですよねで、えー、嗅覚とか味覚の異常を伴う、えー、疾患っていうのは、えー、何もですね新型コロナの感染だけじゃないんですね例えば嗅覚異常で言うと、えー、急性ウイルス性上気動炎普通の風邪ですよね咳とか鼻水とかそういう症状の出る、えー、ウイルス性の風邪のもう 感染症もありますしあとは急性の腹鼻空炎畜能症とか言いますよねあとは慢性の腹鼻空炎もそうですしあとはアレルギー性鼻炎ですねハウスダストとかありますねあと今の時期ですと花粉症とかそういう症状が、えー、強く出ている時っていうのはやっぱり嗅覚異常がありますよね嗅覚異常はこう食べ物の味も えー、しづらくなってしまうので味覚異常も伴うかなというふうにも考えられますしあとは味覚異常っていう意味で言うと、えー、お口の中の症状炎症っていうのも、えー、関係してるようですね。えー、死肉炎とか口腔感じ症とかあとは虫歯とかも、えー、あるということなんですね。じゃあこういう、えー、味覚異常とか嗅覚異常っていうものしかない他はもう健康どこも全然悪い感じがないと。 いう状態で、えー、病院を受診すべきなのかどうかということを、えー、考えています、えー。嗅覚とか味覚以上以外の症状はなくても、えー、例えばですね新型コロナウイルスに感染者ですよね。えー、そういう、えー、感染者に何、えー、んか関ん関係している、えー、濃厚接触があるという場合は、えー、ちょっと。 相談窓口で,です、ね、連絡したりとかかかりつけ医に受診してもいいのかなというふうに思うんですけれども、えー、それ以外であれば、えー、特に、えー、そういう接触がないのであれば、えー、PCR 検査の対象にはならない可能性の方が高いということなんですねただしですね、えー、この嗅覚、味覚以上以外の症状はなくても新型コロナウイルスに感染している可能性はやっぱりね、えー、あるということなんですね。 でその PCR 検査の、えー、基準っていうのがです、ね、実はあって、えー、1つはですね37度5分以上の熱があってかつ、えー、呼吸器症状があるとか咳が出るとか鼻水が出るとかでですねでそれに加えてさらにですね、えー、感染者との濃厚接触があるとかあとは2週間以内にその、えー、新型コロナウイルスが流行している地域の渡航歴があったりとか居住していたことがあるとか。 もしくは、えー、渡航したことがあったり居住したことが、えー、ある人との濃厚接種があったりとかあとは37度ぼ以上の発熱または呼吸器症状があってなおかつ入院を要するぐらいの肺炎の疑いがあるとかあとは、えー、お医者さんが総合的に、えー、判断した結果ですね、えー、新型コロナウイルスの感染症の疑いがあるぞというふうに考えるときは、えー、まずはですね 季節性のインンフルエンザの検査をしますとでその,後他の一般的なですね呼吸器疾患の感染症の病原体の検査もしますとでそれが陽性だった場合はその治療をしますとで陰性だった場合 PCR の実施について保健所にお医者さんが相談するということなんですね。 で例えばです、ね、その季節性のインフルエンザの検査で陽性だった場合はその治療をするんですけどその治療をしている間に症状が悪化したりとかですねそうした場合はやっぱりこう PCR 検査の実施について保健所にお医者さんが相談するという感じの基準になっていると流れになっているということなんですね。でそういう意味で言うとた,ただ味覚がしないとか匂いがしないっていうだけで。 え治療その PCR 検査の受診、えー、検査の対象には、えー、ならないかなということなんですね。でさらにですね、今その症状だけでですね受診するっていうことで、えー、のメリットっていうのはですね、やっぱデメリットよりも下もあるんですね。デメリットの方が高いということなんですね。えー、例えばそういう、えー、野球の選手でしたっけ、その味覚のとか嗅覚の異常が 味がしないとか匂いがしないっていう状態で検査を受けて陽性でしたよっていうニュースがありましたけれどもそれで私もそうかもしれないって言ってお医者、えー、と病院にその味覚異常とか嗅覚異常の人たちがみんな一斉にこう固まってこう集まってえ受診したってことしますよねでそこであの本当のですねえ新型コロナウイルスの感染症の人がいたとして濃厚接触にえ待ち合室とかでなっちゃう。 可能性は高いわけなんですねそうすると、えー、本来、えー、花粉症で味が知ってなかったとか鼻、えー、の、えー、嗅覚が異常があったという場合でももしかしたら感染システムのリスクっていうのは、えー、高まるということなんで、えー、病院に受診するっていうよりもむしろこう自分がもしかしたら感染,症感染者なのかもしれないというです、ね、自覚を持って、えー、行動することが大事かなと 病院に受診するんじゃなくてですねじゃあ、えー、自分が感染者だったらどうすればいいかっていうことを考えたいんですけどもそれについての動画をですね以前あのこちらで、えー、撮らせてもらってるんでそちらの動画をですねこちらの動画の説明欄に添付しておきますのでそちらを合わせてご覧いただければもし自分が感染者だった場合はどういうふうな行動をとればいいかということがわ、えー、かるかなと参考にしていただければというふうに思います。あとはこちら、えー、今日お話しさせていただいたただ、えー お話の参考の資料を動画説明欄に添付しておきますのでそちらも合わせてご覧いただければというふうに思いますのでよろしくお願いします。今回は以上です。